あれまだ世界続いてんの、こんにちこ、アキトです。ツイッターやってます。ツイッターではリアルタイムの出来事を投稿、店頭抽選や並びの様子、今どこで撮影してるか、ゲリラリリースやリストックなどの情報も随時更新。あとは YouTube では言えなかった内容やカットしている裏側も公開中。インスタではリア充だった僕が生きって投稿してた姿が、ストーリーは今も毎日更新中。ツイッター、インスタ、リンクは概要欄。それでは今日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。また次の AJ1 の発売の時に現れますドキュメンタリーだっていうのにでも2回出てないですよねいやすいません、はい、ありがとうございます。すいません、お疲れ様です。お疲れ様です。見た これ手振ってた。尺取るんだったらどうします。スクランブル見ます。あでもスクランブル尺取る、まあキス見て。そうですよね、はい、ここ全然場所がわからないけど。あそうっすか、はい、あれですよ、渋谷のスクランブルと光栄の通りです、あの目の前に見えてるビルが光栄ですね。あの光栄、あのヒデさんとシュプリーム買った時か。はいはい、私がダンクをしれっと買ってて報告がなかったっていう回通りましたね。はい、はい、あれで通ったところ、はい、これ光栄なんですか。光栄って書いてあるんですか。マコッチさんはダンクシレットを買ってました。あインスタに載ってた。インスタに載ってました。あ言ってねえと思いながら別にいやいや全然いいんですけど、そんな、うん、千葉さんはもっとすごいから最近ドレッグ集めしてますもん、ね、はい、まあヒデさんの買ってましたね、そういうね。そう動画見たらあヒデさんとか思いながら。渋谷スクランブルスクエア見てきましたけど、まあ特別なかったですね。展示が変わってましたね。ああそうですね、配置がちょっと変わってて、どちらかというと今まで女性を意識した作りだったのがちょっとメンズも気持ち増えたかな、うん、はいはい、まあでも通常営業ですね。そうですね。まだインスタに上げてないから、奇数とナイキ原宿のインスタ上げて、はい、今日は終了したいと私も思ってます。今までそんなのしようとも思わなかったですけどね。ただ支給者さんどっちかっていうと地方の方結構多いんで、コメント残していただいてる方多いじゃないですか。こっち来たいけどあの並びがね見れてとか、はい、そういうようなねご意見いただいてるんで、週1回でも奇数やねナイキ原宿はこんなもんだよっていうのを見せられたらなと思って、ここ最近は。いやすごいいいと思います、あのストーリーに乗っけるのね。はい、リストックあったりした時とか。だから次男に使い方を教わっちゃいましただ最近ちょっとメンションとか、ね、僕も引きこもってる時はマコッチさんからいただいた写真を僕が撮ったかのようにツイッターとかインスタとか上げてますんでマコッチさんをフォローしといた方がより早く情報がもらえたりするんで、ぜひでもねやっぱりね少しでも早くね、もし欲しい人、はい、転売屋さんとかに情報を触れるのはねちょっと嫌なんですけど、フォローしていただいてる方に、はい、東京だったらこんなのがあるんだよっていうのを見せてね、だから楽しんでいただければ、はい、まこっちさんのインスタリンク概要欄にあると思うのでチェックしとくといいと思います。よろしくお願いします。家にいてもやることないと寝ちゃうんすよ、仕事で疲れて。あーいや寝ちゃいますね、休みの日は寝ちゃいますよね、うん、だから出るようにしてるんです。でその巡回、はい、とあと体がね年いっちゃってるんでマッサージだけは休みの日に必ず。寝ちゃった日ってなんか後悔してもっていうかな、はい、なんかそういうのが残るんですよね。そう、本当にそうなんですよ。はい、まあ休んだ方がいいのかもしれないけど、そうそう、うん、ああ一日なくしちゃった、はいはいはい、で、だから必ず、えらい、巡回はしようとしてます。だから毎週情報が更新されると思いますので、マコッチさんのインスタストーリー僕も上げてますけど、それはマコッチさんのそのままパクって上げてるだけなんで、マコッチさんの方が早いですから、ね、あの許可してますからね安心してください、はい、キス到着しましたね。では今日も見ていきましょう。はい、はい、日頃の私の巡回と同じダイヤ。はい、あれ、どっちだっけ？この間、最近、はい。あ、そうだ、キスで、ペイズリーダンクリスってましたね。なんか誰かあげてた。知らない。確かに、2、3日前ぐらい。あ、そんな最近に？知らないです。
おお、いいなぁ。まあ、持ってるからいいんですけど。出た。出た。いや、なんか ABC マートグランドステージではやってたらしいですけどね。あ、そうなんですか。はい。正月でしょ、あれ、アトモスさんで発売したのが。ああ、そうですね。だって3月ですよ。どこまで寝かしてるんだろう。いや、本当にでも、誰も気づかないっていうか、もう本当たまたまいた人しか買えないような、閉店1時間前とかに出たりしてたらしいですよ。あ、そうなんすか。まあでもその方が欲しい人が買えるっていう部分ではいいっすよね。うん、うん。ね、転売目的の方は朝一から動いてる方多いし。まあ大体出るだろう時間に行ったりしますからね。そうですよね。はい、だからそういう部分では逆にいいのかもしれないですね。最近だから決まった時間になんか ABC マートさん出してないですもんね。でもなぜかそういうところでもね、はいはい、朝から並んでる人とかもいるわけですよ。はいはい。そうなんです。どっから情報流れてくるんだろうっていう。内部事情を知る人がいるんでしょうね。ねえ。はい、超リアルじゃないですか。今、マコッチさんちょうど行ってきたキスのこんな感じで、いえ、逆光だよね。ストーリーにちょうどリアルタイムで上げてます。概要欄にマコッチさんインスタありますので、ぜひ。ちょっと今 ABC マートグランドステージでジョーダン6の UNC がリストックしてるらしいので見ていきたいと思います。原宿だけどあるかな。あってほしいけどない方が嬉しい。買っちゃいますよ、あったら。え、あれってスニーカーズはやったんでしたっけ。あ、やりましたよ、もちろん。あー、それでダメだったよ。で、ね、ドレコもあったんですよ。え、あー、仕事で、お仕事で来れなかったんでしたっけ。仕事で来れなかったんです。DMP あるんで、来れたんですよね、ジョーダン6で。あの時、マコッチさんと仕事で行けませんっていう。あー、狙ってないと思ってたんじゃないかな、みんな。なんか、いやー、あの80%ぐらい欲しいなって。100%ではないですけど。あー、だからスニーカーズで当たれば当然買うし、はい、でもし休みだったら並びでも買ってたし。じゃあ今原宿グランドステージリストックしてたら買っちゃいますね。はい、間違いない。どうなんだろう。いや、だって買ったら絶対嫁にしばかれる。ああ、そうですね、めっちゃ高いですからね。はい、はい、値段もバレてますからね。はい、もうマコッチさんの奥さん、もう詳しい、ね、そういうの分かっちゃうから。これまで知ってますから。やばい。多分今1時前ですけど、多分12時に頃にじゃあ出したんじゃないかなと思うんですよね。あ、そうですよね。はい、千葉さんよく言ってますもんね、そういう風に。だからちょっともしかしたら間に合わないのかな。いや、でも、あ、でもどうなんだろう。そんなにプレネついてないですもんね。あ、そうですね。やばいよな、どうしよう。あったら買っちゃう。では見てみましょう。あった。お、あるある、やって、あるある。ナインハーフの1点ってありますので、ちょっと確認してみます。うわぁ、うわぁ、言っちゃった。これは動画見ちゃいますもんね。間違いなく。うわぁ、怒られる。マジか。うわぁ、サイズどうですかね。あるのかな。ここまで来たら、あってほしいですもんね。これはちょっとカメラ回ってるときは言いづらい。やばい、両方来た。やべえ、両方あるな。こちらもございますが、マジか。あー、通常ね、天なんだけど、はい、天だけど、でかいから、はい、どうしようかな。天でいっちゃおうかな。履いてみてもいいんですか。はい、全然。まあいいや、次男も履くかもしれないから、じゃあ天でいいや。あ、そう、大丈夫です。ご着は。いいです。はい。うわぁ、買ってもうた。これは、やばいなぁ。すごい。あれ、ジョーダン6有限に。今日朝出した感じで。開店と同時に出したんですか。あ、そうです。すごい。まだ残れてたんだ。すごい。まだ残ってるんですね。意外でした。すいません。
大変ですよ、これは。やばい、俺ちょっと目マジになってる。これはどうしますか？これはオクラにした方がいいですか？いや、いいですよ。出してください。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。出して、いいんですね。もちろん。まあ、持って帰っちゃったら、もう別に。買っちゃいました。持って帰っちゃうからバレるけど、この瞬間を捉えてしまった。いやまさかね、そんなもんですよね。いや今ちょうど教えてくれた方がいて、グランドステージでディスってますよって。はい。でダメ元で言ったらまだあったっていう。ね、変えちゃったっていう。いやまあでも運命ですからね、これも。いや、もともと欲しかったから。はいはい。ね、うちの嫁もこの UNC はね、いいカラーだって言ってましたから。はい。ただ、買ってもいいとは言ってない。ああ、言ってないし、ね、買いますっていうあれもないし。はい。いや、めっちゃやばいな、逆切れさせて。叱られた。これは。やばい。やばいな。動画としてはめちゃくちゃ面白いけど、見つけてすぐ置いてあるのを見てすぐ店員さんに言ってましたもんね。はい。もうさっと声かけました。遠目で店員さん目に入って、はい、商品よりも店員さんに置いちゃいました。でなんかもうサイズもほぼフルサイズ入ったらしいんですよ。おで、ちょうど今日もうオープンと同時に出したんですって。じゃあ結構やっぱり残ってるってことですね。そうですね。今1時ぐらいですもんね。すぐ買われるっていうわけじゃないんですね。いやー、マジか。どうしようかな、隠そうかな。でも嬉しいですね、スタッフさんもね。あ、そうですね。あっとくんチャンネル見てますって言ってくれて、はい、気持ちよく買い物ができたので。うん。あそこのグランドステージさんは本当すごい、店員さんいい方なんですね。ね、いいね、はい、本当いい方ですね。どうしましょうね。いや、今それすっごい混んでる。どうしよう、どうしよう。いや、もう、でも欲しかったやつですからね。言い聞かせてね。自己暗示みたいに。でもお店でもう何も言わず即決でしたもんね。そうですね、迷いはなかったですからね、はい、しょうがないですね、これは。出会っちゃったからしょうがないですね。もうね、出会った場合は買うしかないから。はいはいはい、ね、出会ってもね、はい、ね、サイズなくて買えないっていう場合もあるんですよ。ああ、そうですね、サイズも揃っちゃってて出会っちゃったら買っちゃいます ね。しかもね、2つのサイズ行ったら両方持ってきちゃいましたからね。あ、サイズもバッチリあったっていう。そう、9ハーフでね、いけるんですけど、次男履くとしたら、10の方がいいかな。次男さんの方が足がちょっと大きいってことなんですか？いや、多分ルーズに履きたいんだと思いますよね。あ、ちょっとタバコ吸っていいですか？あ、はいはい。ジョーダン6 UNC ヘビシマートグランドステージでゲリラリリース、リアルタイムでツイートしました。インスタにも投稿してます。リンクは概要欄にあるのでぜひフォローしてください。まこちさんのインスタにも投稿されましたね。これはちょっと画面で見にくいけど、まこちさんのストーリーで見てください。あ、もうその時は消えてるのか。消えてます。でもこうやってリアルタイムでまこちさんも更新してるのでぜひフォローしとくと、僕の動画が間に合わない時はもうまこちさんのストーリーにいち早く乗ってるってことですからね。ただ私の心の心境は動画じゃなきゃ映らないですけどね。はい。これはちょっと奥様ちょっと厳しいですね。めちゃめちゃ嬉しいんですよ。はい。ただ家帰るのが怖いっていう、どうしようっていう。
ね、はい、感じですよね。これは厳しいな。いやすごい、すごいですけどね、この偶然の出会いは。ね、ほう、はい。ほんとこの時、この瞬間に今いなかったら。変えてないですからね。変えてないことですからね。ね、アキトくんがね、ゲリラリス、はい、分かってくれたから、はい、まさに変えただけであって、はい、やっぱり ね、情報って必要ですよね。ね、僕も教えていただいて分かったんですけど、ツイッターで、はい。素晴らしいですね、この情報は。めちゃめちゃ。ちょっと待ってください。あねえ、まあ、アキト君の方ではね、以前並びでやりましたけどね。はい、ね、ちゃんと無事、買えました。怒られちゃう。マジで怒られる。やばいけど。すいません。もう現場、その瞬間を抑えてしまいました。はい。言い訳できない、これ。まあ、でも嫁の好きなね、UNC カラーの。ね。よかったです。綺麗な色ですよね、これは。めちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、いいっすね、やっぱり。ね。これだけちょっとあれなんですね。ネイビーみたいな。ね、はい。もうちょっと薄くてもいいですよね。そうですね。うん、ここも UNC のちょっと濃いめぐらいでよかったのに。ねえ、なんでこの色なんでしょうね。こっちのね、ここはね、黒ですもんね。ネイビーじゃないですもんね。このインソールとこのタンの部分が。ねえ、私、ジョーダン7から履いたじゃないですか。ああ。やっぱりこのデザインってね、やっぱりいいですよね。いいですよね。ね、初ですね、この後ろのね。はい。いや、でもいい色ですね。うん、ゲットできて嬉しいけど怖い。家に帰るのが怖い。これだけです。だってこれ買うなんて言ってないっていうか、売ってると思わないしね。まあそうですね、これはちょっと予告できないですもんね。事前にゲリラだからね。事前に断っておけないですもん ね、 ね、ダンクだったらね、まあね、値段も手頃だからいいけど、ダンク2足分ですからね。ね、そういう部分では、これはいい感じっす。よかったです。これめちゃくちゃかっこいいっす。今日は息子も買っちゃったし、私も買っちゃったし。そうですね。次男さんはこれ別の回ですけど、スプリームエアフォースワン買えましたし。ね、はい。いや、何足買ったんだ。でもいい色です。はい。いい色でかっこいい。はい。コテムです。これは定価で買えるのもいい。ルナが一番ですね。はい、で、自分でちゃんとお店で買えるっていう。ね、手に取ってね、はい、ちゃんとね、見て確認できてですから。はい。そういう部分では非常に、うん、いいです。なんかちょっと、心なしかなんかちょっと、言い聞かせ感がすごいけど。うん、まあ、しょうがない。しょうがないじゃない。家帰って怒られるのを覚悟して帰るしかないんで。はい。そうですね、はい、これはすいません、本当に僕がすいません、教えてしまったばっかりに。本当すいません、奥さんすいません。言ってるよ、アキト君がそういう風にね。あ、すいません、僕がゲリラリストック見つけてしまったばっかりに、本当申し訳ありません。いや、アキト君もういいよ。いいよいいよ。なんかこれ周りから見たらうちら何やってんだろうね。すいません、はい、いやー楽しい。いやいや、まあ、はい、いろいろあったからね、はい、今日は本当いろいろありすぎて一日でしたね。そうですね、ちょっと長かったです ね、 ね、一日動画としては分かれてますけど、スプリームエアフォースワンも同じ日で朝からね、やってね、で渋谷の街、原宿の街散策して、まあ充実しましたね。そうですね、ちょっと疲れましたけど、最後にこういう感じになって良、はい、かったですね。良かったですね。はい、良かったです。はいはい、結婚会の家そのまま帰らなきゃいけないな。奥さんに今 LINE したけど既読にならない。
ちょっとワンクッション置きたいですね。はい、いきなりこれ持って帰って。はい。あ、奥さん、お家にはいらっしゃってるんですか？知りません。多分通常だったらいると思うんですけどね。かれこれ LINE してんのに連絡ないんで。そこが一番。そうですね。ちょっとそこでヒートアップをさせて、少し下がってから帰って、ね、その熱を取れてればいいんですけど。なるほど。ちょ最初に LINE で言っといて、時間差で帰るっていう。そう、それをちょっと今狙ったんですけど。既読にならない。既読にならないから、そのままマジでただいまって帰ったら、もう思いっきりだろうな。まあ、しょうがない。怒られるのは覚悟します。はい。では、ありがとうございました。頑張って送られてきます。